山くーチャンネル。皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。山氏です。今日はですね、式の計算の難問シリーズということで、分数の分数みたいなところの、計算問題を解いていきたいと思います。ね、実際ですね、視聴者様からご依頼をいただいた問題を解いていこうというね、うちのチャンネルならではのね、問題になりますので、ぜひですね、皆さんなんか解けない問題があったりとか、解説してほしいっていう問題がありましたら、ね、ツイッターとか、インスタとか、あと、公式 LINE とかでね、送っていただければ解きますので、ぜひ、そちらのご応募もお待ちしてます。それでは、やっていきましょう。この問題。なんじゃこりゃみたいなね、はい、ところになります。分数の分数で、分数の中にまた分数があるみたいな。はい。いうところ、これどうやって解くかというと、分数とは何か、そもそも。はい。分数とはそもそも、ね、小学校の頃にメモリでね、まあ、例えば20分の1だったら20等分の中の1個分だよ、というのでやったと思いますが、これから中学生、高校生では、分数は割り算だよ、というふうに認識してください。どういうことかというと、ね、1割2。これ、多分、2分の1っていうのを、ね、ご存知だと思いますが、ってことは、2分の1は逆を言えば1割2なんですよ。はい。これを利用して、分解していくだけです。はい。じゃあ、やっていきましょうか。はい。4分の3足す20分の1。はい。まずですね、これ、通分して計算できそうなやつは、まあ、通分して計算していきましょうか。20分の、15足す20分の1分の12分の7足す、2分の2足す2分の1。はい。で、ね、これまず通分。しました。通分しました。全部通分しました。で、その後に、計算しましょうか。はい。ね、分数の中にまた分数があって、わけわからんみたいなところあると思いますが、まあ、ね、こんな形に、ね、なりました。はい。もう通分終わって、もうこの後どうすればいいんだ、みたいなところあるんですけど、この考え方です。はい。じゃあ、やっていきましょう。まず、ね、このめんどくさいやつから計算しましょうか。ね、一個ずつやってた方が分かりやすいと思いますのでね。ね、2分の3分の1ってことは1割る2分の3ってこと、これこの2分の3で1を割ってるんだよっていうことです。はい、ここを分母、ここを分子として認識します。はい、ね、1分子2分母ですよね。なのでそれを元に戻してあげるだけです。分母を割る数、分子を割られる数にするだけなんで、1割2分の3。はい。とするとですね。はい。で、まあ、ここ、約分しておきましょうか、じゃあ。20分の5分の4。3分の2に変化します。ね、1割るなんで、1かけるになりますよね。逆数ですね、割り算。はい。ってことはこれ3分の2になるんで、
いいですか、これ1個ずつ計算してみましょうね。はい、まあ慣れてきたらもう一気にやっていいんですけど、今はね皆さんが分かりやすいように1個ずつやってます。で次通分していきますね。12分の4倍だから8、ようやくなんか終わりそうな雰囲気が醸し出してきましたね、本当にね。はい、ってことはこれ約分すると4分の5になります。ってことはですね、ここを分子、ここを分母とすると5分の4割る4分の5イコール、やっていくと5分の4かける5分の4イコール25分の16ね。なんか1になりそうな雰囲気出したんですけどね、1にはならなかったですね。はい、逆数にするとこうなりますね。掛け算に直して5分の4、これ1になりそうだなと思って約分しないでくださいね。割り算なんでね、約分できるのは掛け算なんでね、はい、気をつけてくださいね、これ、はい、ね、掛け算に直して逆数、はい、で最後これになります。はい、このね、一個一個ちゃんと計算をして通分して足して、でなんかもうね、通分できなさそうだなっていう時は分子、分母に分けてあげて割り算に戻します。はい、で、次割り算に戻したら掛け算にします。でまた通分できそうになったら通分して、はい、で約分でまた、もうね、通分できなさそうというふうになったら次は、分母、分子に分けて割り算で最後逆数にして計算終わりだよというところになります。はい。じゃあですね、これの、問題のちょっとね似たような問題を出して終わりにしましょうか。はい。はい。じゃあ宿題これ出しておきますので、ぜひですねこれ解いていただいてね、もし書き終わってない方はね、動画止めていただいて、書いていただければいいです。はい。で、答えの方は下の説明欄に載せておきますので、ぜひその言葉にね、回答になるようにしておいてください。はい、じゃあ、今回のね、ご依頼問題で式の計算の発展問題は以上になりますので、ぜひ、ね、皆さんこういった式の計算で難しいやつも解けるようにしていきましょう。それでは、失礼いたします。